人はなぜプラスティネーションを望むと思う？抵抗、死への抵抗。我々は老齢と死を克服する時代に突入します。人間だけが永遠の命を持つことになったのに、自然のサイクルから置き去りにされてしまっているような。これは人類初、永遠の命を得た女性のお話。そしてあなたの、僕の、君の、私の物語。アーク、私は世界に触れる。